それでは本日はこちらのヘルスイングダンベルを紹介させていただきます。こちらはまあ普通のちょっと派手なダンベルのように見えるんですけれども、 1.5 キロと 2.5 キロの2種類がございます。結構重さとしては軽い商品なんですけれども、こちらのちょっと特徴を生かしていただくと、かなりハードなトレーニングもできるような商品になっております。じゃ早速説明させていただきます。じゃあちょっと今回 2.5 キロの方を使ってやりたいと思います。こちらですね、普通のこうダンベルのようにも当然使えるんですけれども、こちら回していただくとですね、このようにちょっと変形します。こうすることによって何ができるかと言いますと、このようにこう回すことができるようになります。こうやって回すことによってですね、こう当然遠心力がかかってくるわけなんですけれども、当然体はそれをこう抑えようとするわけですね。そうすることによって細かい筋肉のトレーニングができるようになっております。こう回していると、かなり今この辺に効いてきているような状態ですね。でなのでこう結構軽いダンベルではあるんですけれども、例えばかなりトレーニングしていらっしゃる方でもですね、このまま同じ姿勢で例えば1分間ずっとこう回すというのは、かなりこう乳酸が溜まってきてきついんじゃないかなと思うんですね。はい、ですのでこのような形で、例えばこう曲げた状態で使ったりですとか、あとはこう伸ばしてみたりですとか、こう横に上げてみたりですとか、いろいろこう持ち方を変えることによって、腕ですとか背筋の方ですとか、いろんな効かせ方ができるようになっております。あとは単純にですね、このように回していただくときに、こう時計回りに回していただくと、今こうですね、内側に回していると結構前の方に効いてくるんですね。で逆に今度はこう外側に回していただくと、同じように回してもこう背筋の方に、後ろの方に効いてきたりですとか、そういう回す方向によっても効果が変わってきますので、いろんな持ち方をしていただいて、その人に合ったですね、鍛えたいところを見つけていただきながらやっていただくといいと思います。それでですね、あと、じゃあこう、ダンベルですので、じゃ上半身しか鍛えられないかといったら、決してそういうわけでもないんですね。例えばですけど、使い方として、このように、いわゆるランジの姿勢をとっていただいた状況で、ここで回していただく。そうすると当然バランスをとるためにはですね、下半身の筋肉も使っておりますから、ここにもしっかり、今この前もものあたりですとか、ちょっとお尻のあたりですとか、しっかり効いてきておりますので、こういうことによって下半身の方もですね、鍛えるようなことができます。ですので、例えばですけれども、一つの姿勢を15秒、1セットという形にして、15秒を行って、15秒休んで、じゃあ次の形、次の姿勢で15秒、で15秒休む。というふうなことでですね、本当に、例えば1日2、3分のトレーニングでもですね、かなりこう全身にしっかり効かせることができるような、1台でかなりお得なダンベルとなっております。であとはですね、結構皆さん気になるのが腹筋ですね。こちらも実はできるようになっています。その場合はこう、ダンベル戻していただいて、よいしょ。この状態で、で、こう床に置いて、当然回転しますから、このように前に持っていくことで、よいしょ。かなり腹筋にも、効いてきます。こういう使い方ができたりですとか、あとはですね、ちょっとここにも、こう波がついてるんですけれども、トレーニングの後のリラクゼーションですね。こういうふうに使っていただくことによって、血流を良くしたりですとか、マッサージ効果なんかもございますので、はい。そういったように1台でですね、この1本でかなり多岐にわたって使用できるようなダンベルになっております。こちらですね、本当に1つあるだけで、例えばテレビ見ながらでも結構ですし、1日の空いた時間にちょっとトレーニングを取り入れることができますので、ぜひ一度ご検討してみてください。ありがとうございました。